長渕剛さんのギターを見に行こうという企画でございます。一体どういうことかと申しますと、長渕剛さんが実際に使用されているギターが展示してあるということで、今から見に行きたいと思います。長渕剛さん大ファンの私にとってはもうたまらない、そんな企画でございます。一体どんなギターが展示してあるんでしょうか。私と一緒に見に行くつもりでこの動画を一緒に見ていただければと思います。ふと見るとなんとこんなところにありました。エレベーター登ってすぐ横にありました。びっくりです。では早速じっくりと見たいと思います。では早速ですけども、まず高峰からレビューさせていただきます。こちら高峰 TDP512 プロトタイプでございます。2004年に製造されました。後にですね TDP512 という市販モデルが販売されたんですけども、実はこのプロトタイプと市販モデルスペックが違います。この長渕さんが使用されているプロトタイプは、隣にありましたギブソン J45 を徹底的にレビューします。そして長渕剛さんの衣装もありました。アコギ飯、一体何が飛び出すんでしょうか。中澤おすすめナンバーワンのアコギ飯です。そしておまけです、伊藤和恵さんのシーマでございます。ぜひ楽しみにしておいてください。ではお待たせしました、ギブソン J45 のレビューをします。実はこの J45 何年製なのかが不明です。というのはですね、各年代の仕様がミックスされた摩訶不思議な J45 なんですね。そのあたりしっかりとレビューさせていただきまして、最後にはですね、私的にこのギターは何年製じゃないかという見解を伝えさせていただきます。いかがでしょうか。このヴィンテージならではの貫禄あるルックス、ボディ全体にウェザーチェックがぎっしりと入っています。ブリッジはレギタングラーブリッジ、90年代の雑誌には2弦独立のサドルになってましたが、現在はロングサドル、おそらくカスタムされたと思います。おやおや、巻き弦が外に出てますね。これはおそらくブリッジ裏にあるブリッジプレートが消耗してると思います。もしこのギターがオットリーヤに入荷したら確実にブリッジプレートの補強をします。下からのアングルです。かっこいいですね。ロゴはモダンロゴ、ペグは5等のペグに交換されています。フレットはおそらく交換済みで、現在7割以上残ってるんじゃないでしょうか。透明リフレットの必要性はないと思います。フィッシュマンのマグネチックピックアップが搭載されていました。おそらくレアアースシングルコイルだと思います。サウンドホールの中には数字がありました。これは製造年を記したシリアルナンバーではありません。通常この時代のギブソンはネックブロックにシリアルナンバーが記してあります。これは何の数字でしょうか。わかる方いらっしゃいましたらぜひコメントをお寄せください。ではこの J45 についてまとめてみました。購入は1989年から91年頃ロサンゼルスで購入、ペグは5等に交換、サドルは2弦独立からロングサドルにカスタム、ピックアップはフィッシュマンレアアースシングルコイルが付いてると思われます。では気になるのが製造年ですね。ヘッドロゴモダン、フレット数20、サウンドホール白スリープライワンリング、ブリッジはレキタングラーブリッジ。以上の内容から結論、ボディは1945年から49年製、ネックは1955年から1963年製のものに付け替えられている可能性があります。または指板のみが張り替えの可能性もあります。
謎が詰まった長渕さんの J45 でした。これはあくまでも推測になります。もし今の情報よりお詳しいという方がいらっしゃいましたらコメントいただけますと嬉しいです。ということで長渕さんの愛機高峰 TDP512 プロトタイプとギブソン J45 のレビューをさせていただきました。こちらのコーナーにはオンラインライブ2020エールジャパン発売記念パネル展がやってました。先ほど紹介した J45 ですね、長渕さんご本人が実際に着ていた衣装も展示してありました。ギターのことは詳しいんですが衣装のことはあまり分かりません。長渕剛さんのファンの方で長渕さんのコスプレをされている方もいらっしゃると思います。ぜひ参考にしてみてくださいと言いつつ、そんなオットリーヤの中澤も2007年ぐらいですかね、長渕さんのコスプレがっつりやってました。実際にこうしてみると長渕さんって結構小柄なんだなっていう印象でした。バックにはド派手な和柄のデザイン、長渕さんっぽいですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。長渕剛さんのギター高峰の TDP512 のプロトタイプ、そしてギブソンの J45 が展示してありました。まあ、どちらもですね、長渕剛さんにとってライブ活動ですとか音楽活動ではもう欠かせない素晴らしいギターでございます。まあ、それをですね、まあ、ガラス越しではありますけどもじっくりと見させていただきまして本当にファンとしては嬉しい限りでございます。はい、ということでございまして、今回の動画いかがでしたでしょうか。もしですね、面白かったなという方はいいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。ということで今から名古屋に帰ります。その前に恒例の腹が減った、あこぎ飯ということでお待たせしました。今回のあこぎ飯の舞台、西武池袋線椎名町駅からお送りします。実はここ日本漫画史の伝説トキワ荘があった町なんですね。このトキワ荘には手塚治虫、藤子不二雄、赤塚不二夫などの大変有名な漫画家が居住してたことでも有名で、漫画の聖地とも言われてるそうです。実は中澤あまり漫画は読まないんですが、一つだけ全巻揃えた漫画があります。それは笑うセールスマンです。小学校の時大好きな漫画でした。先日藤子不二雄 A さんが亡くなったということで非常に残念です。では今日のあこぎ飯の店、この駅前にすぐある南天さんです。この昭和感あふれる雰囲気がいいですね。テレビでも何回も取り上げられている大変有名な店です。こちらがメニュー。今日は初めてなのでここはやはりお店一押しのメニュー、肉うどんを注文しました。おお、450円でこのボリューム。普通の卵か温玉を選べたんですが、もちろん温玉です。ではいただきます。いかがですか、この豚肉のボリューム、めちゃくちゃ美味しそうですね。めちゃくちゃ美味しい。
豚肉と麺つゆの絶妙なハーモニー、麺にもしっかりコシがあって思ったよりあっさりしてるので何倍でもいけますね。ネギのザクザク感もたまりません。いや本当に美味しい。人気店の理由がわかります。では味変いきます。温玉くずしです。いやーたまらないですね。黄身を絡めた麺をすする。仕事頑張っててよかったなという瞬間です。ではまたまた味変、今度は七味をかけてみます。七味がピリッと効いてこれがまたうまい。一緒にビールが飲みたい気分。どんどんお客さんが入ってきます。やはり肉うどんが人気のようですね。皆さんはそば派ですか、それともうどん派ですか。僕はそば派です。ちなみに唐辛子は一味派です。注文してからできるまでの時間もめっちゃくちゃ早いです。時間がない方にはすごく嬉しいですね。あまりの美味しさにあっという間に完食です。スープまで残さず飲み干します。ごちそうさまでした。いやー大満足です。来てよかった。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。近くにあったら毎晩行ってますね。末永く続いてほしい名店です。皆さんもお近くに来た際はぜひお立ち寄りください。肉うどんおすすめです。今ですね、私はこちら銀座に来ております。なんで銀座に来たかというとですね、実はですねどうしても見たいものがあったんですね。それはこちらでございます。日産クロッシングでございます。ここでですねどうしても見たいものがあります。では早速入ってみたいと思います。壁もすごくおしゃれですね。ありました。あれです。あれ。これです。伊藤和恵さんの Y31C でございます。これが見たかったんです。伊藤和恵さんが30年以上にわたって大切に乗ってきたこの神話、走行距離なんと26万キロ超え。今回日産がこの神話をフルレストア、生まれ変わったその姿が展示してあります。このシーマは1990年型、30年以上とは思えないこのピカピカ、いかがでしょうか。まるで新車ですね。発売当時シーマ現象とも言われ大変人気があった車です。今でも色褪せないこのフォルム、いかがですか。
私が免許を取った頃、ビップカーブーム真っ盛りでした。私が一番最初に買った車は Y32 のセドリック。この Y31 シーマとすごく迷ったんですよね。中が見れなかったのが残念です。シートも全て張り替えられ、部品も交換されたようです。まだ部品あったんですかね、それともワンオフで作ったんでしょうか。される伊藤和恵さんのベストアジタシーマを展示しております。いいもの見れてよかったです。やっぱシーマかっこいいな。ということで今から帰ります。いやもうシーマもピッカピカでしたね。あんな見るとシーマ欲しくなっちゃうなと思います。やっぱ僕が子供の頃の時の憧れだったんで、すごくいいもの見せてもらいました。ありがとうございます。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。ちょっとマニアックすぎたかもしれませんが、楽しんでいただけましたら幸いです。ぜひ動画の感想ですとかご意見ありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そして今回の動画良かったよという方はいいねのグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またこういう企画バンバン配信していきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。この後のおまけもぜひご覧ください。ここは池袋駅です。こんな電車あるんだということで思わずカメラを向けてしまいました。この電車は西武鉄道特急ラビューという電車です。いかがですか、この近未来的な電車。窓がでっかいのが特徴ですね。この電車に乗ってゆっくり旅してみたいですね。もしこの動画を見ていただいている方で、このラビュー乗ったことあるよという方がいましたら、ぜひ乗った感想をお聞かせください。では早速行ってまいります。お前で切るで切るだからで切るで切る